よろしくお願いします。本当にその出所してきてすぐぐらいの時はいろいろ活動していくつもりだったんですけど、まあ、その事務所間とのトラブルだったりですとか、あとは自分自身、その元々結婚していたその元奥さんとその離婚とかいろいろなことがちょっと重なってしまいまして、でもうまあ普通にもう生きていこうかなっていうことで、仕事をもう一生懸命やってたような時期ですね、はい。ちょうど僕がですね、その SNS を始めたきっかけっていうのが約3年半ぐらい前なんですけども、いつかはそのまたそういうメディアに出るお仕事だったりですとか、そういうところで活動してみたいなっていうやっぱ思いがあったので、それで一番最初に始めたのがインスタグラムだったんですけども、まあ、本当に最初の方とかもフォロワーさんも全然いなかったですし、まあ、正直なんか投稿してても意味あるのかなとか思ったこともあって、でなんかいろんなその視聴者さんからのお声があって、なんか YouTube も見てみたいですとか、なんかそういう声が去年ですかね、ちょうど去年ぐらいから反響が徐々にこう出始めて、去年6月から YouTube を始めて、 YouTube を始めたことによってまたいろんなところからまたお声がかかるようになって、さらにその自分自身も意識的にもメディアの活動をしていきたいっていうふうになりますね、はい。そうですね、その当時のファンの方だったりとか、 TikTok もそうですけど、始めたばっかりの時っていうのはアンチというか、その自分に対してやっぱよく思ってない方たちも世間で多かったので、まあ、一番本当に多いのは、その反省しているんだったらメディア活動を一切するなみたいな、はい、もう表に出てくるなみたいな、やっぱりその徐々にこう YouTube だったりとか私生活みたいなのを投稿していくにつれて、なんかその見てくださってる側の人もなんか印象が変わりましたとか、なんかすごく言ってくれるので、ブレイキングダウンだったり、その朝倉さんの1000万円企画もそうなんですけど、正直戦いたくないんですよ僕は。もともと格闘家でもなければ普通に生活してるだけなんで、もちろん殴られたら痛いですし怪我もしますし、でもなんかその目標がすごく、その格闘技に出るっていうのがすごくマッチしていて、で朝倉さんがよく少年院の慰問の方をされてたりとかする中で、やっぱり朝倉さんが若い子たちに向けて言葉を発するのと今の僕が発するので多分影響力が全く違うんですよね。そんな中でその若い子たちにいち早くその僕自身を知ってもらうっていう思った時に格闘技をやろうっていう特に自分でちょっと思いましてですけど、やっぱりその効果も、その僕はインスタグラムの返事は全部返しますっていう風にして全部返してるんですけど、それこそ中学生とか高校生とかから最近もやっぱ連絡来るようになりまして、なんか人生相談みたいなのを最近やってるんですけど、かっこ悪い姿は見せられないなっていうのがあるので、もともと僕自身は芸能界入るまで、小学校4年ぐらいから入るまでずっとボクシングやってまして、で出てきてからもう総合格闘技2年ぐらいやってて、はい、今は全然やってないんですけど、今通ってるクリニックでこの大きさの入れ墨を消すとなると300万ぐらいかかるんですよ。で視聴者さんからの声で多いのは、じゃあ地道にお金を貯めて消すことはできたんじゃないかとか、まあ、いろんなその声がありまして、まあ、でもそもそもは自分の中でその入れ墨を消すことへのやっぱその葛藤とかもあったんですよ。いわばその僕個人の後藤佑樹としてはなんかトレードマークみたいになってるっていうのも一理あるとは思ってるので、なんかそれを消してしまっていいのかっていうのもやっぱ何年間かこう悩んでいて、まあ、でもそれも今回のその企画が終わって、その朝倉さんから急にちょっと僕がプレゼントするんでっていうふうに言っていただけたので、あ、それだったらぜひよろしくお願いしますってことで、まあ、ちょっと消す、そうですね、決意しました。入れ墨を入れてる入れた当初からも言われてたんですけど、うちの母親っていうのはもともと別に入れ墨自体を否定する人ではないんですよ。でも単純にその首っていうのはもうどこに行っても目立ちますし、まあ、今後そういう自分が生きていく上でその不便になると思うから消しなさいっていうふうにずっと言われてまして、
当に腕とかも完成してないんですよ。なんでこれはもう完成させます。ここは、ね、もう誰が何と言うと完成させるんですけど、そうですね、嫌いでしたね、当時は本当に嫌いでした。E ジャンプとして活動していた時の音楽のジャンルっていうのは、まあちょっとアイドルチックなジャンルだったじゃないですか。なんかふと自分自身がじゃあ好きな曲をこう高校生になって聴いてた時期があったんですよ。でその時になんかこういう曲を自分は歌いたかったのかなとか、なんかそういう風に思い始めてから、だんだんその歌が好きになって、頻繁に友達とカラオケにも行くようになりましたし、でそれこそ刑務所で入ってる時とかもなんか活躍されているその時のアーティストさんだったりとかを見て、なんか自分ももし芸能活動していて、それこそ E ジャンプを解散してソロになっていたら、好きな音楽で今頃テレビに出てたのかなとか、そういうこう自分の中で思うようになりまして、で今またその再開にあたって音楽活動をしていきたいっていう、なんかあんまりこう分析してるようで嫌なんですけど、僕自身をすごく良い方向に視聴者さんが見てもらえるようになったきっかけは、多分妻のおかげでもあるんじゃないのかなって僕はちょっと思ってまして、やっぱいろんなコメント欄見てても、奥さん大切にしなきゃダメだよとか、結構そういう声が多いので、多分そういうポジションの人がいたと思います。本当に今芸能人って生きづらい世の中になってると思うんですよ。まあ良くも悪くもなんですけど、本当にすぐ SNS で誰かにもう見られるものなら発信されてしまう時代ですし、当時それこそブブカさんで取り上げられた、あと会う時もホテルでお互いその時間をずらしてで会って、時間をずらして出るとか、もう本当に2人でいるところをいかに撮らせないかみたいな、そういう工夫もしてましたし、現在って多分さらにもっと気をつけないとすぐ多分バレちゃうと思うんですよね。で僕のやっぱ友達でも当時ジャニーズの友達とかも結構いたので、なんかやっぱりそのなんか女性を呼ぶ人みたいな、なんかそういう人はいました。でまあその人は例えば女性も一般の方、純一般というよりはなんか例えばなんていうんですか、モデルの卵さんみたいな、多分ガーシーさんが言われてるような感じの女の子みたいな感じですよね。合コンとかはしてました、はい。田中聖さんはそのもともと僕が一緒にキャバクラ行った長谷部君と、もともと田中さんってすごく仲が良かったの でその系列でテレビではない、テレビでは一度も共演したことないんですけど、プライベートでは何回かお会いしたことがあって、はい。そうですね、びっくりしました。本当は田中さんもe スポーツのチームに入っていただける予定だったんですけど、ちょっとあまりにもこんなことがあったんで、いや全くなかったですね。時系列でいうと田中さん その事件が警察の方に発覚されたのって多分1月の30日なんですよ。で僕と朝倉さんとか全員で先ほど言ったバーベキュー動画を撮ったのが1月31日なんですよ。なので、あ、次の日なんだっていうのは内心は思ってたんですけど、でも事件があってから、まあ、僕らも気づいたことなんで、次の日来た時も全然普通な感じだったので全く分かんなかったです。自分自身が逮捕される前とかはやっぱ何人か見てきた人がいるんですけど、逮捕されてからはもうその辺の関係性は全部来ちゃったんで、はい。やめてしまった方もいますね、はい。なんかやっぱり誘惑も多いとは思いますし、なんかいろんな理由があって多分芸能人の方も薬に走ると思うんですけど、やっぱり忙しければ忙しいほど本当にお休みってないんですよ。僕も3ヶ月に1日とかそれぐらいしかなかったですし、でなんかそんな中でのなんか自分の気持ちをなんかリラックスさせるじゃないですけど、多分そんな意味合いでやってる人が多いんじゃないかなっていう。いや、もう本当にもうクリーンですけど、なんか自分で言うの恥ずかしいですけどね、クリーンです、はい。なんか結構アウトローチャンネルをやられてる方たちからですね、結構お声がかかったりですとか、
なんか自分をこう美化してるわけではないんですけど、やっぱり今はこう普通に生活をしているので、なんかそのまあ僕自身がその YouTube のチャンネルに出て確かにその語ったりしてることはあるんですけど、それはあくまでその、まあ、今のその事務所の、 その家田翔子さんだったりですとか、まあ、あとまあいろんなところでお話をさせていただいてるんですけど、まあ、そこをちょっとアウトローチャンネルに出てまたお話ししてしまうと、なんかただの僕の自慢話みたいになっちゃうような、その自分自身が過去にやんちゃしていたっていう事実もそれは消せないので、なんかそういったところと、あとは今の奥さんとの生活っていうのをなんか2つでですね、今後なんか活動していければいいなって思ってます。そうですね、僕はまあやっぱソニーには会いたいですけどね。ソニーは今アミューズで確か所属してるんですけど、多分アミューズもなかなか多分固い事務所だと思って、一個人として、まあ、本当にカメラありなしとかも全然そんなの抜きとして、単純にやっぱ一度、まあ、謝りたいなっていうのはありますね、やっぱり。まあ、当時多分僕が謝ったっていうのは、なんか今でも多分覚えてるんですけど、なんか僕が高校を定時制に通っていて、なんかその授業の間のなんか休み時間ぐらいの時になんか電話して、なんか軽く謝ったぐらいの多分感覚だったと思うんですよ。20年前では考えつかなかった、そのなんていうんですかね、自分自身の悪かったところもありますし、そういうところをやっぱ素直にやっぱ謝りたいですね。まあ、そこで多分お声かかるかかからないかは分かんないんですけど、またお声がかかれば出場してみたいなっていうのは、はい。闇湯なんか暴露とかではないんですけど、もともと論文の厚さんと仲良くさせていただいてたんですけど、またなんか YouTube 絡めてなんか今後ちょっと撮影しませんかっていうお声かけしていただいたりとか、あとは暴露系のやつはあんまりない、はい、これ出したから見てみてって言って、でその時姉ちゃんが見てくれて、でなんかやっぱりその自分自身の過去のことだったりとか、その本として伝えられてるんじゃないっていうことで、まあ、全然いいと思うよって言ってくれました、はい、出してからでもそうですし、今でもなんかそのインスタの DM で本読みましたって言ってくれさる方も多いですし、例えば弟だったりその友達が刑務所に入っていてちょっと送ろうと思ったんですけど、カーボイには地図が書いてあって入りませんでしたみたいな裏切りですね。そういうのがダメらしいんですよね、どうやらカーボイには入りませんでしたみたいなあ、そうだったんですね、すいませんって言って、本を見てなんか僕も頑張ろうっていうような思ってくれてる方が結構多かったんです。